では天気について説明します。はい。まずは方位からなんだけど、特に何もなければ上の方を北と考えます。で、その反対側が南。で、北を上にした時の右側が東、左側が西になります。はい。で、北、南、東、西だけだと4方位です。はい、4つ。で、これをさらに、半分の場所で切ります。はい。すると一番の場所は何というかなんだけど、ここを、北東って言います。北とか南を先に行ってください。だから東北ではなくて北東です。はい。すると2番も北とか南を先に言うので、東南ではなくて南東になります。はい。で、今これで8方位です。で、天気の風が吹いてくる方向を言うときには、さらに増やして16方位で考えます。はい。線が、それぞれまた増えます。16方位です。よいしょ。はい。で、その時の、例えば、ここを3番、4番とすると、はい。北と東の間なので、ここはとにかく北東なんです。北東。で、北東なんだけど、北に近い北東って意味で、3番の場所は、北北東。で、4番は北東なんだけど、東に近い北東ってことで、東北東って考えます。はい。すると、ここを5番。で、ここを6番とすると、じゃあ何と言えばいいのか。はい。北と西の間なので、ここは北西です。北西の中で、北に近い北西って意味で、北北西。で、6番の場所は南と西の間だから、ここ南西です。南西の中でも西に近い南西ってことで、西南西。はい。ってことになります。はい。で、次に天気図記号です。はい。快晴の場合はただの丸。で、晴れだと丸に縦一本線。で、曇りは二重丸。で、雨は塗りつぶす。で、雪は×を書いて横の線を一本引きます。はい。で、雨が降れば雨、雪が降れば雪。ここはまあ問題ないんだけれども、じゃあ、快晴と晴れと曇りの違いは何か。はい。って言ったときに、空全体を10とした時の雲の割合で判断します。これを雲量っていう。はい。空全体を見上げた時にそれを10点満点として、雲の割合が0から1ぐらいかなと思ったら快晴。2から8ぐらいかなと思ったら晴れ。9から10と思ったら曇りっていうふうに、雲の量で判断します。では、天気の読み取り方です。はい。今、こういったマーク、まあ、新聞とか、天気図とか見ると、よく見ると思うんだけれども、これが何を表しているか。はい。まずは真ん中にある記号を見ます。はい。丸に縦一本線なので、この時の天気は晴れです。はい。で、この丸に、北の方から線が伸びてきてるので、今風はこっから吹いてます。はい。ってことで、風向は北です。風は今、こう吹いているはずなんだけれども、今から行くところ、吹いて行くところではなくて、吹いてきたところを風向とします。はい。だから、南の風っては言わずに、今、北から来たんだから、これは北の風って言います。はい。
風は吹いていくところではなくて、吹いてきたところを風向とします。はい。で、風力は簡単です。この羽の数を数えます。はい。今3つあるので、風力は3っていう風になります。はい。さて、では練習です。まあ、天気を読み取ってみましょう。はい。まず、括弧の1番。黒で塗りつぶされているので、天気は雨です。はい。で、ちょっとわかりづらいかもしれんけど、真下ではないので、南よりもちょっと左に寄ってます。はい。ってことで、これ、南南西。風向は南南西の風。で、風力は2です。はい。で、次、括弧の2番目。天気は二重丸なので、曇り。はい。で、風向は、ちょうど、まあ、北と東の間ぐらいなので、北東。はい。で、風力なんだけど、片方に書くのは、線は6本までです。だから、1、2、3、4、5、6。はい。6からあとは反対側に書きます。7、8。なので、風力は8です。なので、最大で12までは書くことができます。だから、風力0からスタートして、12までなので、風力は13段階で表します。では、湿度の求め方について説明します。今回、間湿計っていう2種類の温度計と、湿度表っていう、表を使って、湿度を求めてみます。はい。まず、間湿計なんだけれども、一つは間球温度計って言って、普通の温度計です。はい。普通の温度計なので、これが指しているのが、その日の気温です。はい。で、もう一つは湿球温度計って言って、下の方、ちょっと、水とかを用意して、湿った状態を作っています。はい。で、例えば、今、間球が20度、湿球が18度だった場合、湿度表を見ます。まず、間球が20度なので、20度をチェック。で、20と18ってことは、その差が2度なので、2度のところをチェック。はい。で、その2つの混じった、交わったところが、この場合の湿度になります。はい。なので、81% が正解。はい。で、じゃあ練習問題。じゃあ、間球が22度。で、湿球が19度。ってことは、やっぱりその差が2度なので、この場合、ここね、82%。はい。で、次、間球が18度。はい。で、湿球も18度ってことは、その差が0なので、ここ。はい。すると、100% になります。はい。今のように、間球と湿球の温度が同じになることはあります。その時の湿度は 100%。はい。ただ、湿球の方が温度が高いってことはないです。はい。なので、どちらかというと、間球の方が必ず高くなっています。では、気温と湿度について話をします。はい。まずは晴れた日。晴れた日は、気温は朝方が最低です。一番低くて、午後2時頃が最高です。12時ではないです。午後2時頃に、まあ、最高を迎えます。はい。で、湿度は、朝方は、高いです。で、昼頃になると、低くなっていきます。はい。つまり、気温と湿度の関係っていうのは、逆の関係です。はい。気温が低い時には湿度は高く、気温が高い時には湿度は低いです。はい。なので、グラフの形で覚えてください。気温がどんどん昼になるに従って高くなっていく。で、夕方、夜になるに従って下がっていく。
その時湿度は逆の形になるので、この形をまず覚えてください。で、次、雨の日。雨の日は、湿度が高い状態で、気温は変化が少ないです。雨が降っているので、湿度がずっと高い状態。で、気温もずっと大きな変化なく、まあ、ちょっと上がるかもしれないけれども、そんな、変わらない状態。これが雨の日の気温と湿度の形です。